大和ととひももそ姫命のち大志亡廃所橋墓古墳は奈良県桜井市橋中にある古墳。形状は前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により大志亡として第七代高齢天皇王女の大和ととひももそ姫命いのの墓に自情されている。また集合が国の史跡に指定されているほか、集合の一部は橋中大池として、 ため池百戦の一つに選定されている。百重姫の陰部に橋が突き刺さり、絶命したことが名前の由来である。巻向遺跡の橋中に所在する橋中古墳群の名詞的古墳であり、出現期古墳の中でも最古級と考えられている、前方後円墳。周辺の集合から出土した土器の考古学的年代、決定論により、橋墓古墳の築造年代も山大国の卑弥呼の、 没年に近い3世紀の中頃から後半とする説もあるものの近年炭素14年代測定法では50から100年程度古く推定されることが明らかとなっていること。墳墓からは主治の特殊派に悪いが出土し集合の規定部からバグが出土していること。古墳の規模及び様式が義師和人伝の記述と異なっていることから4世紀中期以降との説もある。現在は宮内庁により 呂母として管理されており、研究者や国民の紛糾への自由な立ち入りが禁止されている。大和ととひももそひめいのちとは、日本書紀では、すじ天皇の祖父高元天皇の姉妹である。大市は、古墳のある地名。古事記では、夜朝とうとう母母ひびめいのちである。日本書紀すじ天皇10年9月の上に、次のような説話が載せられている。一般に、 三輪山伝説と呼ばれている。大和ととひももそ姫命、大物主身の妻となる。しかれども、その神常に昼は見えずして、夜のみ来たす。和赤赤姫命は、夫に語りて曰く、君常に昼は見えずして、夜のみ来たす。分明にその尊願を見ることえず、願わくばしばらく止まりまえ。妙丹に、仰ぎて美霊式意を金盾らむと欲不という。 大見は耐えて曰く、小鳥居やちこなり、割れ妙端に、何時がくしげに入りていらむ。願わくば、我が形にな驚どれおきまし、外の玉を。ここで、和赤赤姫命は、心の内でひそかに怪しんだが、明る朝を待って、くしげを見れば、誠に美麗な少女がいた。その長さ太さは衣品もぐらいであった。それに驚いて叫んだ。大見は恥じて、人の形とになって、 その妻に言い入れて曰く、何時、忍びずして、我に、恥せず。我帰りて、何時に恥せむとのたも、う、よって、大空をかけて、御所山に登ってしまった。ここで、和石石姫命仰ぎ見て、食いて座り込んでしまった。すなわち箸に影を、正きて見まかりましぬ。すなわち大市に葬りまつる。子、自人、その墓を泣けて、箸墓という。また、 築造について、日本書期は印。墓は昼は人が作り、夜は神が作った。大阪産の石を運んで作った。山から墓に至るまで人々が列をなして、並び手渡しをして運んだ。地の人は歌った。大阪に次登れる石村を手越しに小沢ばこかて向かも、と。なお、橋が日本に伝来した時期と神話における説話との間に大きなズレがあるところから、 古墳を作成した集団である端氏の墓、つまり、端墓から端墓になったという土橋弘士の説もある。国土交通省国土画像情報をもとに、作成最古級の前方後円墳によく見られるように、前方部が途中からバチ型に大きく開く墳形である。測量図の等高線の様子から、前方部正面が現状より広がっていたことがわかる。前方部の先がバチ型に開いている。 他の古墳は、兵庫県伊保川町の洋久山1号墳、道県の権現山51号墳、京都府山城町の椿井大塚山古墳、岡山市の浦間茶臼山古墳などがある。ちなみに、浦間茶臼山古墳は、橋墓古墳の2分の1の相似型と言われ、長さも幅も2分の1であるが前方部の頂の形は、横長の長方形と台形の違いがある。 現状での規模は分長およそ278メートル、公園部は計約150メートル、高さ約30メートルで、前方部は全面幅約130メートル、高さ約16メートルを測る。その体積は約37万立方メートル。周辺地域の調査結果から、本来はもう一回り大きかった可能性もある。公園部は4段畜生で、4段畜生の上に、 小円球が乗ったものと指摘する研究者もある。前方部は、側面の断築は明瞭ではないが、前面には4段の断築があるとされる。ちなみに5段築星は、橋墓古墳のみで4段築星は、西戸塚古墳、安藤山古墳、渋谷高山古墳、桜井茶臼山古墳、メスリ山古墳、月山古墳等が考えられたの天皇陵クラスの古墳は、 すべて三段築生とされる、被装者の格付けを表しているのかもしれない。奈良県立柏原考古学研究所や桜井市、教育委員会の両母指定の範囲の外側を発掘した調査により、墳丘の裾に幅10メートルの集合とさらにその外側に幅15メートル以上の外包みが存在していた可能性がある巨大な前方後円墳がその最古の時期から集合を 持っていた可能性がある。前方部先端の北側の噴球の斜面には、河原石を用いた吹石が存在していることが確認されている。この時期には、埴輪列はまだ存在していないが、区内庁職員によって、宮山型特殊機台、特殊壺、最古の埴輪であると月型円筒埴輪などが採集されており、これらが噴球場に置かれていたことは間違いない。また、 岡山市付近から運ばれたと推測できる特殊機材、特殊壺が公園部上でのみ認められるのに対して、底部に穴を開けた二重公園の壺形弾きは前方部上で採集されており、機種によって置く位置が区別されていた可能性が高い。特殊機材や特殊壺などの湿度から古墳時代諸島の3世紀後期から4世紀に築造された古墳であると考えられている。埋葬施設は不明であるが、 噴球の裾から玄武岩の遺体子が見つかっていることから縦穴式石室が作られていた可能性があり、この古墳が卑弥呼の墓とすれば、儀式和人伝の石棺はあるが核がないとの記載と矛盾する。この石材は大阪府柏原市の芝山の石であることが判明している。したがって、スジン記に記す大阪産の石ではない。集合は、 前方部と後円部の一部分の発掘調査から幅10メートル前後の集合と幅数10メートル前後の外包みの一部が見つかっている。後円部の東南側の集合部分では両側に付近石を積み上げた渡り土手が見つかっている。噴球形態や出土遺物の内容から白石太一郎らによって最古級の前方後円墳であると指摘されていたが、 両母指定班以外の周辺部である、橋中大池西川の堤改修工事に先立って、奈良県立歌志原考古学研究所が行った、事前調査で集合の底から降る霊式土器型量に出土した。これの時年代について、奈良県立歌志原考古学研究所は、炭素14年代測定法により280から300年と推定している。しかし土器は、 古墳自体から発見されたものではなく、両母指定範囲以外の集合の底から発見された土器に付着していた炭化物が3世紀後半のものだとしても、この古墳が発掘された巻木遺跡には、縄文時代から古墳時代までの遺跡が存在しているのでそれが、橋墓古墳の築造年を代表しているとは言えないし、仮に3世紀後半であったとしても、卑弥呼の没年より新しいことになる。 さらに、儀式和神殿では、牛馬がいなかったと記述されているが、集合からバグが出土していることも矛盾点である。木製のワーブミは、集合の基底部に堆積した植物層から同時期に投棄されたとみられる。大量の古式土器と共に出土。出土状況から投棄後池を攪拌した痕跡もなく、築造後すぐに投棄されたと推定される。 確認できる最古のアブミは302年と322年に埋葬された戦費と刀身の墳墓から出土した騎馬用の片側のみ。このためアブミが発明されたのは290から300年頃とされる。漢字でアブミを近辺に等と表すのは初期のアブミが金属製で乗馬の際の足掛かりとしてのみ使用されたことに由来する木製アブミは鉄製アブミの後に登場した。 確認される最古の木星林眞組は、朝鮮半島は、下ら時代初期の天安都移動の鬼神鉄、板張林眞組とされる。小野山節氏が、日本発見の初期のバグで、鬼神鉄板張林眞組を古式と新式の二種に分類している。これによると、橋墓古墳の集合から出土した和眞組は、株が欠損しているため確認できないが、残っている部分で判断すると4世紀前半は、 中国で、アブミが発明された直後であり、この時期の騎場用には、小さな鉄製と思われるアブミが確認できるが、これらには乗馬の際の足掛けとしての機能しかなかった。朝鮮半島で出土したくだら前期とされる最古の木製輪アブミは木型に鉄板を張り馬の操縦に、適した機能を持たせるなど劇的な改良が見られる。木製アブミが開発されたと考えられている。 コ栗クリ周辺の壁画古墳からは5世紀以降にならないと木星あぶみが確認されない。あぶみが朝鮮半島に伝わった時期を考慮してもこれを4世紀前半とするには疑わしく、くダラが中央集権国家になったのは4世紀半ば以降で、あることからもこの木星あぶみは4世紀半ば以降とする方が妥当である。さらに、 これが日本に伝わった時期を考慮すると、橋墓古墳の木星林部は早くても4世紀後半、内し5世紀以降とする方が望ましく、その特徴が構成的であることもこれを裏付けるものとなっている。研究者の年代間によって、造営年代は若干の移動がある。広瀬和夫は、その時期を三世紀中期内視後期としているが、儀式和人伝に従う限り、橋墓古墳が、 卑弥呼の墓であることの可能性は低いというよりは証明しがたいと述べている。白石太一郎は三世紀中央過ぎとしているが、三世紀半ば過ぎというのは卑弥呼は亡くなっているが、その後継者である大、与えの時代である。とも言っている。寺沢薫は260から280年頃、石野博信は三世紀後半の第四四半期。 西暦280年から290年にかけて市、牧向遺跡。2世紀末に突然現れ、4世紀中頃に突然消滅した、この大きな集落は、山大国の有力な候補地として浮かび上がってきたとしている。日本最古の前方後円墳などと紹介されるが、前方後円墳として、保家の山古墳、牧向勝山古墳、 薪むくやつか古墳、三角五号墳、三角四号墳、辻畑古墳など多数ある。これらの薪むく型といわれるホタテ貝形古墳と異なり、橋墓古墳は、黄墳の部分が拡大した定型的な前方後円墳となっており、築造時期は3世紀後半以降から4世紀前半までと考えるのが一般的である。墳丘の全長約280メートル、 公園部の高さ約30メートルで自然にできた小山と錯覚するほどの規模、全国各地に噴球の設計図を共有していると考えられる。古墳が点在している点、出土遺物に埴輪の素形であるキビ系の土器が認められる点など、それまでの噴墓とは明らかに一線を画している。また規模、埴輪などは以後の古墳のモデルとなったと考えられ、当古墳の築をもって、 古墳時代の開始と評価する研究者も多い。宮内庁によって、第七代、高齢天皇の御子、大和ととひももそう姫命の墓として管理されているが、この古墳を、ひみこの墓とする研究者もいる。その根拠としては、一方これに対する反論もあり、根拠としては、といったものがある。このような議論があり、意見の一致を見ていない。白石太一郎は、橋墓古墳が、 卑弥呼の墓であることの可能性は低いというよりは証明しがたい。と述べるのに対し、医師の広信は3世紀後半とすれば、大、与えの墓、また、橋墓を、ことぶきりと考える寺沢かるは、伊予の墓説や三巻入彦などの談王の墓説も、浮上してこようと評価している。河河敏夫は、古代士族研究を通じて、古代においても、男性優位であった状況を踏まえ、 女性両母説を退りけて実質的な王権設立者である、主人天皇の新療説を唱えている、奈良県立柏原考古学研究所自体は、築造時期を280から300年と推定しており、卑弥呼の没年とは年代的に矛盾する。また同研究所が、橋墓古墳に先行する保家の山古墳の築造年代について、2008年の発掘調査報告書で、 出土遺物から、築造年代を3世紀中頃と結論しつつ、木核木材の炭素年代測定結果の幅が4世紀前半をも含む範囲であることを報告しており、C14 炭素年代測定法による推定は100年程度古く出ることが判明したことから、この墓が、卑弥呼の墓である可能性は低くなっている。いずれにせよ、現在ではようやく発掘許可がなされたため、 実質的調査は、まだ始まったばかりである。ため池百戦橋中大池桜井市、教育委員会が2000年に実施した周辺部の発掘調査によって、集合内の堆積土から木製の和ミが発見されている。同時に出土した古い知識土器により四世紀のものとされるが、これにより、列島内への基盤文化の流入及び東、アジアにおける、 騎馬文化の伝波の理解が従来よりも古く修正されることになった。なお、集合が機能停止した後に堆積した土層からの出土であることから古墳本体の築造年代とは直接関わりがない。2009年5月30日に国立歴史民族博物館春なり修士名誉教授は橋墓古墳の築造年代を西暦240から260年頃とする。 研究成果を報告した。ただし、歴博は、弥生時代開始を AMS 法で測定した結果、これまでの定説より600年早い紀元前10世紀から始まったと発表し、橋墓集合出土の土器でも、通説より20年、ないし数十年ほど古い値が出ている。歴博、西本豊弘教授らによる2009年1月の報告によると、 紀元前650年付近と紀元後100年頃から200年頃に放射性炭素濃度が世界標準と乖離する部分があることがほぼ確実となっており、これを補正するために日本独自の炭素年代構成曲線がまとめられつつ、ある段階で年代推定には誤差があることに注意する必要がある。小田しの統治下では紛糾上にお茶室が設けられていたという。また、 公園部南東の側面に測量図で溝が見られるのは、その麓近辺に、江戸時代、橋中長者の経営する茶店がありその影響とも思われる。主に、伊勢参りの旅人を相手に雨雨甘みが名物として売られていたという。また、集合にかかる、外包みも少し東から検出されている。測量図を見て前方部と公園部の境目に斜めについた溝は、 侵入禁止になる前に村人が使用した道の跡である。2013年2月20日、日本考古学協会などの要望で初の調査が実現した。2018年4月、奈良県立柏原考古学研究所が前方部出土の坪形川原家と坪形葉には26点、公園部長上から出土した早々儀礼用の土器の破片54点を調査した結果、 前方部の土器は地元の土であるのに対し、公園部は木備地方の土の特徴と告示していることが分かった。このことから木備地方で製造された完成品を公園部に並べたこと、木備地方の勢力が大きな力を持っており、橋墓古墳の造営に重要な役割を果たしたことが推測される。ありがとうございます。